はいどうもこんにちは。今日はアイコンパックです。今日のはねデザインがねいい、うん、それでいて可愛らしさもあると、そういうアイコンパックです。それがこちらですね。どうですか、可愛いでしょ。でこれはおそらく線を大事にしてるのかな、そういうテーマかな多分ね。ほらなんてほら線が多いやんね、他のんで存在しないっていうか作ってないアイコンは丸くなりますね、うん、動物の森とかアベマとか DTV とかスイッチとかね、そこら辺は丸いでしょ。で場合によってはこのねこれみたいにねはみ出すことも辞さないっていうね。でこれアイコン一覧なんですがね、これは新しいやつか、いいでしょこれ。この淡い色もいいでしょ。これあドロワーか、何かと思った、パッと見ドロワーに見えないね。でクロームもね色違いであるし、色違いあるのはね使いやすいよね、色が偏らないから。お、ちゃんとほらモトローラのもあるマークね、マークだ、元のアップかね。すごいアプリ多いよ、ほらあら、ちゃんとこれももう入ってんだね、早いね。でここで探せっから、で、カレンダーね、あれ何色、結構色あるね、いいね。おおすごい、これあいつみたい、ポケモンのあれ。でゲーム、あブリーチあった、あブリーチだね。ゲームも結構ありますね。で終わりです。はい、本日は線を大事にしたアイコンパックをご紹介しましたと。これは良いね、これは使いやすいと思うよ。でもこれ置いとけばいいでしょね、デザインいいから。はい、それではさようなら。